我が家にとってはめちゃくちゃ重大なご報告があります。実はたけるちゃん、ロボットチャンネルロボママとたけるといやたけるですたけるとたけるですたけるとはい、今日は皆さんにとてもかりんですです我が家にとってはめちゃくちゃ重大なご報告がありますね、たけるちゃん。まあ我が家のね動画いつも見てくださってる皆様なら、え、マジでって思うかもしれないし、おめでとうって思ってくれるかもしれないようなご報告です。はい、たけるちゃん何ですか？言うて実はたけるちゃん、今日の給食、うん、お米3回おかわりして、お母さん2回おかわりした。すごいやん、めっちゃ。あの食わず嫌いのたけるちゃん、もちろん給食が始まった時も、まあ、お野菜はまあかなり残してしまって、何が美味しかったって言ってもパンと牛乳って言うてたたけるちゃんがですね、なんと全部食べて、しかもご飯をおかわりして、しかもお野菜を2種類のね、おかずをねおかわりしました。めっちゃすごいやん、奇跡。何？あのさ、うん、ご飯3回おかわりしたの。そして梨の中に餃子があるやつ、うん、それ2回おかわりして、うん、そしてその次のお野菜は全部食べたけどおかわりしました。その次のお野菜って何やろな、どんなんやった？肉とお野菜が混ざってるやつやった。へえ、すごいやん、たけるちゃん。分かる、水餃子あるやん。玉ねぎと肉やん。お肉を炒めてあるんかな、こう焼いてあるん、一緒に。すごい、たけるちゃん。そしてあとは一つのお野菜なんやけど、うん、それ半分だけ食べた。半分、え、残して一つだけな。え、それは給食ってさ、全部食べんでもおかわりできる。うん、残ってるやつがあってもおかわりできる。だから、うん、残ってるやつ俺おかわりしてないし。いや、そうやけど、いやだから全部のおかずとかも全部食べてもったらなんかおかわりできるとかじゃなくて、例えばご飯食べてもだからご飯おかわりするって言って、他のおかずが残っててもできるわけ。あ、そうなんや、ね、できるお母さん全部食べたのか。俺のクラスでもすごい、たけるちゃん。何？俺のクラスでやな、ちょっとこっち来て喋る。俺のクラスでは、あの一番最初からもうめっちゃ食べる人、うん、とめっちゃ食べへん人がおるんやけど、俺はめっちゃ食べる人の方なんや、うん、で、何や、めっちゃ食べれる人はおかわりをするみたいな感じなんやけど、一番最初に、うん、その代わり残しちゃダメ。あー、おかわりしてもいいけど、うん、残しちゃダメだぞと。おー、なるほどね。自分が今日どれだけ食べれるかをよく考えておかわりしろよと。うん、俺めっちゃお腹ペコペコやったから、うん、もうめっちゃ食べた。たけるだけじゃない人も。たけるちゃんはおかずをおかわりするって、お野菜をおかわりするっていうのはすごいことやもんな。な、むしろほんまに食べず嫌いやったから、食べてあ、これは好き、これは嫌いとかいうレベルじゃなくて、もうほぼほぼ食べずに嫌いやと、もういらないと言うてたのに、なんとです。まあまあ、給食ってやったらやっぱそれしかないから、俺いらんから他のもんって言ったって出てこんもんな。でもそれでちょっとずつ好きなものができたらいいなと思う、お母さんはな。でも、餃子美味しかったですか？え？これは美味しかったけど。餃子美味しかったですか？うん。で、そのおかわりしたあの肉と玉ねぎのやつは美味しかった？おかわりしたってことは美味しかったよな。あ、肉と玉ねぎか。うん。あ、あれめっちゃ俺美味しかったからめっちゃおかわりした。あ、ほんま。たけるちゃん、玉ねぎ食べれるようになったやんじゃ。あと、水餃子も食べれるんやったら。で、水餃子焼いても、あの、そのお汁に入れても中に入っとんの一緒やから。だから、焼いとる餃子も食べれるってことや。な？
これからお家でご飯するときそれしようかな、またな。今すぐは今日食べたとこだからあれやけど、ちょっとやばいかもしれない。ちょっと火を置いて家でもそれを出してみたいと思います。え、美味しかったやろ。でも、もう食べれるやろ。うん、よしよし、どこ見と、どこ見と言って、どうした、どうしたの。バタルケツ、バタルケツ見とこ。はい、そんなタケルちゃんにね、実はちょっとした、まあちょっとしたご褒美をね用意してるんですね。俺には、俺にはな、ないけど。俺も、いや、まあ俺もある意味そうやな。ちょっと待ってね、じゃあお母さん取ってくるから。桃やろ。え、桃、そんなの買ってきてないで言うてや、そんな。桃や、桃がよかった。うん、残念ながら桃ではありません。正解は、はい、桃です。はい、じゃじゃーん、桃です。もう、いいから。たけるちゃんがね、もう買ってきてほしい、買ってきてほしいってすごい。今すぐ食べよ。今すぐ食べたいって言うと思って、果物屋さんでね、まあ、ロボママとロボママ、果物屋さんで、フルーツ買うっていうのをしたことがなくて、いつもスーパーなんで。でも絶対美味しいやつを、まあ、今回は買ってあげたかったので、果物屋さんにわざわざ行って、あの冷えてるやつをね買ってきました。早く食べたい。果物屋さんなんで早く冷えてないやつだ。早く、また回ったので、ね、ちょっと騒がしすぎるんやけど、今から剥きましょうか。いや、その、もう、あと、実はこの2つの他にも、まだ2つ買ったんやけど、それは、明日の朝、学校行く前に食べさせたろう、思って。朝ごはんで。だから、今からはこの2つ。ママ、はい、はい、作って。ニーニーと、ちゃんと、作って。ニーニーと一緒に食べてください。わかりましたね。無理、無理じゃないです。ニーニーも好きやから。わかったね。無理、あ、無理やったら切ってこない。無理やったら切ってこない。そんな顔してもあかんで、ね、そんな顔してもあかんで、ね、そんな顔してもあかん、ね、え、一緒に食べれますか。あかんの、ほんなら無理やな。ニーニーと一緒に食べれますか。あかんな。ニーニーと一緒に食べれるって言うたら切ってきてあげる。食べれる。なんで食べれる。食べれない。ほな無理や、残念、残念、切れへんわ。眠い。切ってきてほしい。じゃあニーニーと一緒に食べれる。あー残念。ねえ。何回する、繰り返す。いいですか、ちゃんと仲良く食べれますか。無理やな。もうラストの質問で、ラスト、今次の、次なんて答えるかでもう決定やで。ニーニーとちゃんと仲良く食べれますか。はい、じゃあ切ってきます。少々お待ちください。おいしい桃なの。たけるちゃんの桃。はい、たけるちゃんの分をね、1個分ここにやってきました。どうでしょうか。よかった。やっぱ当たり外れがスーパーやと大きいかなと思って果物屋さんにしてみたんやけど、どうかな。甘い、うん。おいしい。はいはい、ほんなほんなほんな、座って食べな。はい、持って、はい。満足ですか。はい、じゃあね、また明日からもね、給食毎日あるので、どんなん出たよとか、これ美味しかったよとか、いろいろ教えてください。え。お家でも、まあ、食べれるようになったお野菜とか教えてくれたら、そういうのまたご飯で出してみたりしたいなと思っとるからね。わかった、わかった、わかりましたか。聞いてますか。聞いてる、聞いてますか。たける、
たけるくん、たけるくん、たけるちゃん聞こえてますよね、完全に。もしかして都合が悪い感じ、それはちょっとって思ってる。え、え、なんで返事しない。うんぴやから。どういうこと。うんぴやからってどういうこと。うんぴやから、どういうことなの。おうち、でも例えば今日水餃子が食べれるようになりました、おかわり美味しかったからおかわりしました、じゃあお家でもまた今度水餃子出すから食べてねって言ったら食べれる。食べてみる、食べてみる、食べてみる。え、たける、たけるちゃん、え、美味しかったやろ、じゃあお家でも水餃子出してもいい。完全にわざとむしっとやる。え、あれちょっと怒られるよ、これは。むしはあかんことやな。なんか言うて、じゃあ言うて。桃が、桃くん、なに、え、なに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 、よ、なに、家でまた水餃子作ったら食べてくれますか。どうぞ。美味しかったよな。なら二つは食べれる。一つは食べる。なんでよね。なんでよ。なんで？ん？なんで？明日もやろう。そして次もやろうって嫌だ。毎日水餃子にせえへん。毎日水餃子、たまに、たまに出した。じゃあ芋を切ってその次に起きたら出してよ。もう一回わかんないけど、でもその水餃子のあのお汁の中にお野菜とかもいろいろ入っとったの。え、他のそれも食べたってことやろ。すごいやん、たけるすごいよ、たけるほんまに。それで家でもちょっとずつ食べてくれるようになったら絶対たけるちゃんもっと大きくなれるからな。だけど、うん、家では、うん、お野菜とかは言えないっていうね。何がや。それが。それが何。ピーだよ。何を言うと。まあまあまあ。まあ気にせず食べれるようになる日を願っております。まあでもすごい成長してきました。はい、というわけでたけるちゃん頑張ったねと思ってくれたらぜひグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくね。子供のね偏食で悩んでいる親御さんたくさんいると思いますが、一緒に頑張っていきましょう。というわけでバイバーイ。 Twitter、Instagram、TikTok フォローしてください。最後まで見てくれてありがとう。